どうもワニです。そしてこちらはコイです。これは捕まえてね、冷凍しておいたものを今解凍した状態なんですけども、今回こちらを我が家のペットの餌にしようと思っておりますが、その際にちょっと試したいものがありましてね、それがこちら。なんかね、インスタの広告とか TikTok の広告でたまに出てくる中国のちょっとうさんくさいサイトで購入しました魚の鱗取りですね。こんな感じで蓋がね開くんですよ。でこの中に鱗取りをすると鱗が入っていって周りに飛び散らなくていいでしょっていう商品らしいんですよね。で広告ちょっとまずねご覧ください。こんな感じでめっちゃ綺麗に鱗が取れると歌っているんですけども、俺ちょっと信用してないんですよ。本当にそんなうまくいくかと。このプラスチックの結構なんかね作りも安っぽい感じですよ。で実際ねこれ買ってもね300円ぐらいなんですよ。めちゃめちゃ安いんですよ。これでそんなうまくいくかなというのを試してくださいって実は視聴者さんから DM が来たんで試してみます。餌にする分には別にね鱗を取る必要はないんですけども、これを試したいがために鱗を取ります。おお、あ、鱗剥がれるし確かに中に入っていってて飛び散ってないか。あれ、おお、確かに中にちゃんと鱗が入ってるぞ。え、意外とこれ安いけどいいやつかこれ。まだ分かんないですよ。反対側も。おお、おお、中に入って、まあ、全部とはいかないですよ。周りにあるはあるけど、あんま飛び散ってないですね。この木の板の上だけで完結している。意外といいかもしれない。はい、じゃあメラニサルバちゃんにどうぞ。鱗がないからいつもより消化にいいんじゃないか。まあ、別に鱗もいつもね全部まるっと消化しますけど、いつもよりさらに胃に優しい。次はブラックバスで試してみましょうかね。ちっちゃいけど。うん、やっぱ鱗取れるは取れるですね。あ、めっちゃ取れる。取れるし、うん、結構入ってますね。少しは飛び散るけど、そんなに。うん、普通に。いいぞ。うん、もちろん完全にとはいきませんが、結構おおむね中に入ってくれますね。ほい、はい、ペロリですね。今度はもう立派なスズキを買ってきました。これどうだろうね。このぐらいのサイズの魚がいけるんだったら普通に食用で買ってくる魚もいい感じにできるってわけだ。あ、全然鱗はしっかり剥がれますね。おーおー、しっかり剥がれるし、しっかり入ってる。これ普通にいいぞこれ。え、すごいなこの値段でこの良さ。300円だよこれ。いいなこれ。はい、鱗剥がし終わって、まあ多少はねこうまな板の上とかに散ってます
し、このステンレスの上に、まあ、多少は散ってはいるけど、この量の鱗を剥がしたにしては全然散ってないですね。で次は大きなボラですね。こちらスーパーで売ったんで買ってきました。こいつはね、鱗がまたでかいんで、人間の人差し指より大きいぐらいの鱗のサイズなんで、この鱗のサイズだとどうなるのか見ていきましょう。あー、ちっちゃってるな。飛び散っちゃってるけど、中に結構ちゃんと入ってますね。でもね、飛び散りはしてるけども、このなんかもう鱗を剥がす時の俺のこの手の角度とかもありそうだけどね。全然鱗をちゃんと剥がせる。あ、でもすげえ、めちゃくちゃ入ってる。こんだけ鱗ちゃんと集まってくれてるってことは、これだけのものが本来はもう飛散するのをもう防いでくれてるわけですから、もう全然有用ですね、これね。でかい鱗でも通用する。このサイズの鱗いけるってことは、まあ、鯉とか、タイとか何でもいけますね。うん。ただまあやっぱ、だいぶ厚みがある形状的に、このヒレの下とかは苦手かもしれないね。すごい、もうパンパン。よいしょ、じゃあ反対側も。おお、こんもり。ここでもう一回広告見てみましょう。うん、さすがに嘘だね、これね。こんな人撫でで綺麗にそんなに鱗が全部剥がれるということはない。これはなんか加工してますわ、持ってますわ。ズームしてスローで見ると、まあ、明らかにこのね、鱗剥がしの面積的に、そんな面積剥がれないだろうってとこまで剥がれてるもんね。丸みを帯びた魚の体的にも、蓋なでで全部の鱗が剥がれるわけないからね。割と使えるけど、広告は持ってるね。全部やっぱり、この中に入るとは言いませんけども、だいぶ片付けは楽にはなるかもしれませんね。今回俺支援で買いましたけど、なんか支援なんか、個人情報が抜かれる可能性があるんじゃねえかみたいな、なんかよくわかんない、なんかさ、悪い噂もあるじゃん。怖いんで、俺も真偽不明なんで、そこはちょっとね、支援を使うのはお勧めしませんけども、まあ、他のサイトとかでもね、買えたりしますんで、魚の鱗を剥がすことがある人は、買ってみてもいいかもしれませんね。ボラもさばいて、ペットたちに与えます。
という感じで今回は、中国のサイトで購入しました魚の鱗取りをレビューしてみました。まあ、使えなくはないけど広告は盛られてますんで皆さんお気をつけください。他にもね、中国の飼育用品とか、まあ、生き物関係の用品だったらレビューしてみたいなと思いますんで、気になる商品あったらぜひ皆さん教えてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。